皆さんこんにちは、タケキャンプです。今回も引き続き丸太トーチのご紹介です。立花容器株式会社さんが販売しているヒノキのロケットストーブです。特徴としては中央に円形の穴が一つと、その縦穴に通じる横穴が一つ開いています。早速着火していきましょう。今回もファイヤースターターを使って着火していきます。縦穴の上でしっかり火を焚きます。そして上から落ちてきた火種を使って穴の底からトーチに火をつけていきます。今回は皮膚規模を使って火種を大きくしていますが、横穴にろうそくを差し込んで着火することもできます。着火が成功するとこのように勢いよく炎が噴出します。それではこのロケットトーチで調理をしていきたいと思います。作るのはスペアリブと丸ごと玉ねぎの甲羅煮です。ロケットトーチの特徴としては、なんといってもこの高火力。煮込み料理もしっかりと作ることができます。高火力でしっかりと煮込み料理ができました。では最後に調理の様子をタイムラプスでご覧ください。無風、気温マイナス1度の中で調理可能時間は約3時間30分でした。着火から完全に鎮火するまでは約5時間です。
空いてきた穴に石を詰めるとトーチが長持ちします。石の種類によっては破裂の危険がありますのでご注意ください。ご視聴誠にありがとうございました。次回はクヌギの丸太トーチのご紹介です。商品の詳細は概要欄をご覧ください。そして最後にチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。竹キャンプでした。